はい。いや、こすんごいばん楽は、しハみレでリす。ア。皆さん、こんばんは。こんばん9時になりは。ました。あ、木崎さん、こんばんは。あ、麻藤さん、こんばんはは。い、木崎さん、はじめまして、どうも。あ、こちらこそ、はじめまして。今日はよよろろししくくおお願願いいいしたしまます。す。今日は木崎さんがインタビュアーで、いろいろお話を聞きますので、よろしくお願いします。サバさん、こんばんは。犬さん、こんばんは。いろいろですね、参加される方がたくさんいまして。ああ、いいですね。はい、こんばんは。皆さん、お元気でしょうか。今日は東京地方は、まあ、晴れなのかな、晴れで涼しいですね。木崎さんは岡山にお住まいですか。はい、そうなんです。今今年日はの3月、岡温度山とにいます。か天気はいかがですか。あ、今日はちょうどいいぐらいでしたね。暑くもなあく、寒くもなくという感じで。あ、そうですか。こちらも涼しくてですね、すごくいい感じでしたね。よかったですね。岡山、最近すごい暑い日が続いてたので、ああ、そうですか。はい、今日はちょうどいいぐらいでしたね。ああ。皆さん、木崎さん、紹介します。木崎さん、もしよろしければ、自己紹介していただけると嬉しいですね。そうですか。はい、はい、はい。皆さんこんばんは。はじめまして、木崎と申します。私は、ティーンチャレンジという、非営利団体の、総務代表をしております。このティーンチャレンジというのはどういう働きかといいますと、アルコールや、薬物やギャンブル依存症になった方たちの、この更生と社会復帰を支援している、そういう団体なんですね。キリスト教主義の団体です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティンチャレンジ、ティンチャレンジジャパンという名称なんですか。はい、そうです。ああ、そうですか。じゃあ、そうですね、何からお話ししていただけたらいいんでしょうかね。あ、そうですね。まあ、じゃあ、私がティーンチャレンジに、出会ったのはイギリスなんですけれイギリどスで出会も、ったんですか。そうですそか。のイギリスに私が行っていた経緯っていうのをまず先に説明した方がいいかなと思ああ、いまそうですのね。で。じゃあ、それでお願いします。はい。私は当然、まあ、日本で生まれて、普通に日本で育ってですね、小学校、中学校と行っていたんですけど、まあ、学校っていうのがあんまり、まあ、面白くないというか、友達もあんまりいなくてですね、で、まあ、勉強もまあそこそこはできたと思うんですけど、特にその進学するわけでもなく、で、部活もそんなにこう一生懸命やるわけでもなくという感じで、まあ、いわゆる人生に、まあ、退屈してたっていうんですかね、あんまり面白いことがないっていうか。で、まあ高校の時にこう新天地を求めて何かこう新しいことがないかと、いうことでイギリスにまあ留学をしたわけなんですね。で、イギリスの全寮制の学校に、こう3年間通っていました。で、まあ、そのイギリスの全寮制の学校に3年間通っている間にすごくこう人間の悪いところをいっぱい見てしまったっていうんですかね。すごくこう人間に絶望してしまうっていう体験があったんですね。どんなことですか？まあ、イギリスの全寮制、まあ、全部がそうじゃないとは思うんですけれども、やっぱりこう、上級生が下級生をいじめるとか、はい、まあ、そういったことがこう日常茶飯事のようにこうイギあっリスたにもわいけじめがありますか？やっぱりね。です。あ、やっぱりありますね。いじめは日本だけかと思ったら 外国にもあるんですね。やっぱりそれがすごくショックで、ああ。私としてはこう日本にいてあまり面白くないので、こう学校に行ったらもっと自由でもっといい、なんていうんですかね、学校があって、自由な教育があってとか、そんなことをこう夢見ていったわけですよね。でも行ってみたら、まあ、人間どこもそんなに変わらないっていうんですああ、か人間ね。罪人で世界中どこも変わんないということですかね。そうですね、こう人間のこの、人間のこの性質の悪い部分っていうんですかね。はい、で、それをすごくこう嫌でですね、私実はそういう校内でいじめがあるのがすごく嫌で、上級生だったんですけど、下級生をかばったりしてたんですよね。はい、こう私が盾になってこう下級生かばってとかっていう、そんな感じでこう頑張ってこう学校を変えようみたいなことを頑張ったりしたんですよね。でも、ある時その同級生の子に、なんでお前はその下級生のやつをそんなふうにいじめるんだとかって言って怒ったんです。で、そしたら彼が、いや、俺が下級生の時はこういうふうにいじめられたんだと。で、
今、俺が上級生なのか、俺の番だと。ああ、よくそういうのありますよね。いじめられた人がいじめるというね。で、それを聞いてなんか、ハッとしてしまって、あ、今僕がこうかばってる、その下級生たちも、結局は自分が上級生になった時に、今度は俺たちの番だみたいな感じで、こう、人をいじめるようになるんだなっていう、その人間、それが人間のその悪の部分ですよね。人間ってそういうものなんだっていうことを、こうなんか気づいちゃったっていうんです気かづいちゃっね。た。で、もっとひどかったのは、そういう、かくいう私も同じ人間なんだと。同じなんだっていう、その人間がこう良くなろうとか、人間社会を良くしようとか、そんなの無理なんだっていうことが、もうなんか、はっきり分かっちゃったんですよね。人間の限界っていうか、そうです、そうもうです、はい。人間はダメなんだみたいなっていう。もうこれはもうダメだな、人間社会ってっていう。僕、それに気づいちゃったら、もう勉強するのもバカバカしくなって、その勉強して、いい大学に行って、それで、ね、世界変わるわけじゃないし、はい、悪はそのまま続くし、繰り返すし、あ、もうこれ、ダメだって、もう絶望してしまって、全寮制の学校にいたんですけども、人間嫌いっていうんですけど、人間に会えなくなってしまった。人間に会えなく。だからもう、みんながその、ね、食堂でこうご飯を食べに行くわけですけども、私、食会うの堂に入が、れなくなった。人間に会うのが嫌になっちゃったみたいもういわゆる対人恐怖症みたいな感じ対です人か恐怖ね。症になっちゃったんですか。もう人間の顔まともに見れない、人間がいるところにも出ていけない。もうだから、その期間が1、2ヶ月ぐらい続いたと思うんですけど、もうその頃は図書館に隠れてビスケットとかかじったりしてたんですよね。もう悲惨でしたね。トイレで食事をすることがありますよね。もう食堂には行けないので、食堂に行けない。なので、こうどっか行ってビスケットとか買ってきて、それをこうあの図書館に隠れて一人でボソボソ食べるとか、もうなんかそういう、こうなんていうんですかね、孤立しちゃってましたね。日本ではね、そういうケース多いですけど、外国にもやっぱりあるんですかね、やっぱりね。まあ、その当時は、そういう、私もまだ、なんていうんですかね、高校の頃で、そういう、精神科のこととかも全然わからなかったですし、それ高校の明らかに、学校だったんですね。当時の私って、うつだったり、イギリスの緊張症高校のだ学校だったんですね。イギリスの高校だったんですね。イギリスの高イ校、ギリスイのギリス人高校、ばっ高校だったんですね。だから、もしその時私はその、で、あんまりその精神病のことは私、何も知らなかったんで、自分がもうその、ちょっとおかしくなってるなっていうのは分かりましたけど、別に精神科に受診するわけでもなく、たとえ受診したとしても、私の英語力ではその自分の状態を説明できなかったと思いますし、なんで、もうただこう、だんだんどんどん落ちていくっていう感じで、先生、夜眠れなくなってきたりとか。もう食堂に行けない、人に会えない、もうずっとこそこそこう隠れて、シャワー浴びて隠れて、こそこそ全寮制の 学校内に逃げるとこないんですけ全ど、寮制だから、活動しにくいっていうことでしょうかね。いつも一なん緒ですにいけるどしも、かそこない。でこそこそとこう生きてましたね、生き延びてましたね。で、私がそんな状態だったんで、さすがに、周りの人も気がつきますよね、そう、全寮制の学校ですから、一人だけその食堂に来ないとか、来ないっていうことだよね。やっぱり気がつくんですけど、でも誰も何も言ってくれなかったんですよね。で、その時に、たった一人だけ私にその話しかけてきてくれたのが、1学年下の友達で、ダニエルっていうんですけど、クリスチャンだったんですよね。クリスチャンの人が話しかけてくれたんですか。で、なんていう名前私ではすそか。の時まで、クリスチャンっていうのがどういう人か全然知らなかったんですよ、実クリは。スチャンは全然知らなかった。一応、イギリスのそういう全寮制の学校って、チャペルがあってですね、全校生徒、毎朝その礼拝に出されるわけですね。
もうそれキリスト教系の高校だったわけですね。そうですね、イギリスの高校ってまあそういうところが多いわけですよね、多いわ国けで境す側か。のイギリス、英国国教会ですから。なので、もうヒンズー教だろうが、イスラム教徒だろうが、仏教徒だろうが、全員そ礼の、拝、とにかく礼礼拝拝する。に行ってろ、15分だけ礼拝に出さされるわけですね。ダニエルさんですか？ダニエルさん。友達は何なんですけど、全校生徒が礼拝に出ないといけないわけですね。で、礼拝に出てたんですけど、だから2年間、毎朝学校の礼拝には出てたんですけど、もう歌ってる歌がなんかよくわかんないし、聞いてる師匠の話とかも全然わかんないので、退屈だなと、キリスト教って退屈なんだなって、そんなふうにしか思ってなかったんですよね。で、ところで、このダニエルって人はクリスチャンだっていうのは知ってたんですけど、別にクリスチャンが何を信じてるかとか、クリスチャンがどういう人たちなのかっていうのは全然知らなかったんですね。ただ、なんでじゃあ、そのダニエルっていう人がそのクリスチャンで、この人はなんか違うなって分かったかっていうと、全寮制の学校で、私は男子寮に住んでたわけですけど、男子寮っていうところはすごい汚いところなんですよね。汚い。もうみんな隠れてタバコ吸ったりとタバコ吸っか、たりね。缶ビール持ち込んできて飲んだりとか、先生に隠れてね、女の子を言い回したりとか、もう何でもありの世界ですよね、男子寮なんてのは。だけど、その中でこのダニエルっていう人やつだけは嘘をつかない、嘘つかない。ね、テストでカンニングもしない、カンニングしない。追い回さない、お酒も飲まない、タバコも吸わないっていう、こういったなんか違うなと、それだけは分かってたわけですよね。で、その彼が来て、ある時私に、君はちょっと様子がおかしいからお祈りをしてもいいかって言うんですよね。で、その時まで誰から私は祈られたことがないので、お祈りって言われても、はあって感じだったんですけど、でも自分ではもう対人恐怖症になってるし、もう食堂には行けないし、もう人生に絶望してるし、夜眠れないし、もう人生ぐちゃぐちゃになってますから、で、このダニエルっていうやつが嘘をつかない、真面目なやつだってことは分かってましたから、君がお祈りするっていうんだったら、俺もじゃあ、何でも言われるままにやるよと、そういうことで私、生まれて初めてのお祈りをしたんですね。ではすごくもう簡単なお祈りで、そのダニエルが教えてくれたお祈りですよね、もうただ本当に、イエス様いるんだったら私を助けてくださいみたいな、なんかもう本当にそんな一言だけのお祈りだったんです。ところが、そのお祈りをした夜に、ものすごくよく眠れたんですよ。眠れた。あそれまでもうなんか不眠症みたいになってて、全然寝れないし、寝てもこう寝た感じがないっていうんですかね、疲れが取れてないみたいな。でも、その時はもう本当によく眠れたんですね。不思議ですで、ね。たった一つの短い祈りだけでね。もう短い祈りなんですけど、すごくよく眠れたので、これはなんかあるなと。これはただのその祈りじゃないなと、なんかこう、ただ言葉で喋ってるだけじゃなくて、なんかパワーがあるなって思ったんで、その友達ダニエルに、聖書を買ってきてくれて、俺読むからって言って、買ってきてもらって、聖書を読み始めて、聖書を買ってきてくれと。で、1ヶ月後ぐらいに、その聖書を読んでるうちに、イエス様は本当に信じるようになったっていう、そういう次第なんですね。自分で聖書を読んでるだけで、信じるようになっちゃったんですか。そうですね、やっぱ私の中です、もう簡単なそういう信仰っていうんですかね、自分ではもうどうしようもなかった問題を一言祈っただけで、なんかすごい平安が来て、よく眠れて、これはもう本物だなと、神様いるなと。神様いる。それだけで私、その時私にとっては十分だったんですよね。よかったですね。イギリスに留学行ってよかったですね。いやー、だからもう本当にイギリスに行って、一時期は精神的に追い詰められても大変だったんですけど、今思うと、それを通してクリスチャンになれたので。アメリカとかみんな留学してクリスチャンになる方多いですよね、比較的ね。そうですね。アメリカなんかですと、
やっぱり、まあ、イギリスはそうですけど、ある程度クリスチャンの文化がありますのでね、あそういった中でっていうのは、はい、あるんですけど、まあ、私の場合は行って、そのキスがってつまらないなって思ってたところ、自分がもう鬱みたいになってしまって、その中で、まあ、友達の祈りを通しては救われたっていう感じですかね。イエス様がダニエルさんをこう使わせてくれたみたいな感じでした。ああ、そうですね、そうですね、本当に、まあ、1学年下だったんでね、私の方が先に卒業して、その後もうちょっとしばらくして音信不通になってしまってね、まあ、どこでどうしてるかもわからないんですけれども、でもその本当に私のために感謝を使わせてくれたんだなっていう、そういう人ですね。またフェイスブックかなんかで見つけられるかもしれませんよ。いろいろやってるんですけど、なかなか見つからない。はい、本当にどうしようかなと思いますけどね。でも、そして、その後はどうなんですか、その後。それで、まあ、高校卒業して大学に行ったんですね。はい、でそしたら、そのすごくショッキングなことに出くわしてしまって、はい、それはホームレスの人たちがたくさんいたんですね。でそれはその当時イギリスはすごくホームレスが多くて、私がいたブリストルっていう市でも数千人のホームレスがいただろうって言われてるんですけれども、はいはい、でイギリスのホームレスってみんな若いんですよね。若いホームレスの人が多い。はいはい、まあ、その社会的ないろんなあれがあるんですけど、もう向こうでは16から大人みたいな感じになるので、はい、もう親もその働かない子は家から放り出すみたいなこと平気でしますし。そうですか。はい、ですからもう18、19 の, そのホームレスの子と女の子とかが普通にたくさんいるんですよね。女の子もホームレス。はいはい、います、います。で私はそれまでそのイギリスの田舎の方で勉強してたんで、その大都市のホームレスなんて見たことがなくって、でそのもうそれに耐えられなかったんですよね。その大学にクリスチャンになったばっかりで、大学に行ってサークルから教会探して勉強してとかって思ってると、こう朝学校に行く途中に自分と同い年の女の子とか道で乞食をしてるわけですよね。一人や二人じゃないわけですよ。でそのいや、その私クリスチャンになって、その聖書のことも何千何にも知らないですし、聖書何が書いてあるかも全然まだ知らないし、神様の御心とかもなんてことも全然わからないんだけど、そのこれは違うだろうっていう、そのいくらなんでもこれを神様は許しとくっていうのはないだろうっていう、そういう思いがやっぱりすごく強くなって、でそれでその、まあ、ホームレスの炊き出しとか、そのシェルターとかって言われる働きですね、ホームレスにそういう宿を提供したりとか、そのクリスチャンがやってるボランティアの働きにこうどんどん関わっていくようになったんですね。そうですか。そういうボランティアの働きに関わった。そうですね。あ、はいはい、もうクリスチャンになったばっかりで、聖書のこともまだ何を知らないですし、教会のこととかもよくわからなかったんですけど、そういうボランティアの団体があるっていうのを見つけて、はい、基本的にはほとんどクリスチャンの人たちが運営されてたんですけど、ほとんどクリスチャンの方が助けてたような感じ。そうですね、やっぱりもう 99% クリスチャンだったと思いますね。99%クリスチャン、はいはい、そういう方もいた人たちに毎晩その食事を提供したりとか、そういう古い体育館みたいなところをこの買い取って、そこにベッドを置いて夜寝れるようにしたりとか。だからイギリスって寒いので、フィーバーホームレスというのは本当に凍え死ぬんですよね。はい、それをその防ぐために、はい、そうやったりとか、でそういう働きをこうしていって、私ももうずっともう関わっていたんですけれども、その中でこうやっぱりアルコール依存とか、そのドラッグとかっていうのを間近でやっぱり見ることになったわけですね。若いから余計に麻薬とか、はい、お酒とか多い。いいですね、それもありますし、もうそのニワトリか卵じゃないですけど、この人たちはアル中になってホームレスになっちゃったのか、ホームレスになったからアル中になったのかってよく分かんないような、あ、どっちが先だったの、はいはい、そういう人たちもたくさんいましたし、もう目の前でみんなマリファナとか吸ってましたし、まあ、私にとってもショックでしたけど、こうなんていうんですか、社会勉強っていうか、これが現実なんだっていう、こういうことが現実にあるんだっていう、もう本当にその人間のこう、人間がこう一番人間らしくない姿ですよね。もうホームレスになって、アル中になって、薬中になって。何年ぐらい前ですか、それは。それはもう、
1989年とかですかね。20年私、ちょっと前ですはいね。はい、もう20年20と年かぐ前らいですに。ね。20年以上前ですね。でも、もう全然その、私にとってはすごい、私にとってはこう、忘れられない記憶っていうか、私の原点になってる、クリスチャンとしての原点、今やってる働きの原点になってるところですね。そういう、自分より、自分と同い年とか若いホームレスの人たちをたくさん見て、で、そういう人たちを助けようと思ってやってると、本当に多くの人たちがアル中だったり、薬中だったりして、どうして人生がどうしようもなくなっていってる。はい。で、それは本当にその無力感を思い知らされるっていうんですかね、最初はその助けるつもりで、ね、やってるわけですけど、そんなホームレスの人に、ね、一晩だけパンとスープあげたぐらいで、何にも変わらないわけですよね。はい、昨日ホームレスでした、今日もホームレスだし、今日ホームレスでした、明日もホームレスだし、冬になったらみんな凍え死ぬし、はい、本当に何にも変わらない、変えられないっていう、またそこですごい無力感っていうんですかそのね。炊き出しもとてもいいことだけど、でも炊き出しだけでは救えないということなんでしょうかね。そうですね、はい、その先出しの他にも私もいろんなそういう社会活動に関わって、なんとかその人たちが変わらないか、社会が良くならないかっていろいろトライしてみたんですけど、結局やっぱり行き着いた3年、それも3年ぐらいで行き着いた答えは、人間の心が変わらなければ、人間の心が変わらなければ。はい、どんないいことしてもその社会は良くならない。心が変わらなければ社会は良くならないではい、すね。もうこアれはメン。もう身をもって、はい、アメン。体験しましたね。やっぱりその人間で、それでやっぱりそのただそういう炊き出しであったりとか、恵まれない子どものために何かするとかっていう、ただのそういう社会的な活動だけじゃ足りないんだなっ足りていうなことい。が分かったんですよね。はい、それはもちろん大切な働きですし、今でもやってますけれども、でもそれだけをどんなにやっても人間はやっぱ変わらないで変わすらない。し、はい、社会も変わらない。社会も変わらない。そういう中で、このティーンチャレンジっていう働きがあるっていうことを、知ったわけなんですね。そのイギリスにそのティーンチャレンジがあったということあっなんでたしょうですね、はいはい。か。もともとアメリカで始まった働きで、アメリカで始まった働はき。い、アメリカのニューヨークで1958年に始まったんですね。1958年。はい、これはアメリカでそのニューヨークに少年ギャングですね、たくさんいまして、はい、でそのギャングたちがある時殺人罪で裁判にかけられていたんですね。で、そのニュースを見たある牧師が、神様からその少年たちに神様、イエス様のことを伝えるようにって言われているような気がして、もうとにかく行こうっていうことで、その裁判所まで行ったウィんでルすカーよソね。ンさんじゃないですそか。うです、そうです。はい、デビル・ジャックナイフとグリル。十字架という。十字架と飛び出しナイフの、そうです、そうです。十字架と飛び出しナイフですね。ああ、そうだ、読まれたことあります。映画も見ましたし、本も読ああ、んそうだですか。と思うんではいすはけい、あど。れがティーンチャレンジの始まりなんです。そうなんですか。わあ、知りませんではしい。た。はい、あれがそのティーンチャレンジの、その一番最初の働きですね。そうなそうんでいう、すか。少わあ。年ギャングたちに、もうとにかく無条件の愛、神様の救いっていうものを伝えたいって、もうそれだけの思いで800キロの距離を走って乗り込んでいったわけですよね。でも全然最初うまくいかなくって、もうどうしようもないっていう中で、でもやっぱり神様働いてくださって、少年少女ギャングたちがどんどんイエス様を信じて救われていく、はい、そこまでが十字架飛び出しナイフのストーリーなんですけれども、やっぱりそれをしばらくやっていると、なんかおかしいっていうか、その先生気づくわけですね。で、何がおかしいかっていうと、やっぱり少年少女ギャングたちがアル中だったり、薬中だったりして、せっかくイエス様信じたのになかなかその人生がいい方に変わらない。はい、で、なんとかそれをしようって言って始めたのが、このティーンチャレンジというプログラムなわけですね。はい、一軒家を借りて、そこにクリスチャンのスタッフと、そういう少年少女ギャングたちが共同生活をすると。共同生活はい、1年間共同生活して、その中でとにかくひたすら聖書を読んでお祈りをして、はい、その中で救われて、イエスを信じて、そして変えられていくっていう、そういうプログラムなわけですね。信仰を教えて、信仰を持って変わっていくということですそうね。いうことです。はい、その当時やっぱり画期的、今でも画期的ですけど、当時は
1950年代、60年代でアメリカでは、一度ヘロイン中毒になったらもう絶対に治らないっていうふうに言われてたんですね。お医者さんたちがもう、この人は廃人ですと、はい、この人は社会復帰することはありませんっていうレッテルを貼ってたんですよね。その時にウィルカソン先生たちが、いやもうイエス様を信じることで、はい、その人の人生は変えられますということをこの証明していったっていう、もう画期的なプログラムでしたね。デビッド・ウィルカーソンですね。デビッド・ウィルカーソン、はい、そうです。デビッド・ウィルカーソンです。はい、十字架と飛び出しナイフって本も出てますし、映画にもなってます。はい、そうですか。で、それがまあこう60年代、70年代アメリカで広がって、うん、で80年代にはもうイギリスにもずっと来てたわけですね。はい、でその中で私もその働きを知って、やっぱりこれだっていう感じだったんですよね。その本当にその人生がどうしようもなくなってる人たち、はい、その人たちにただ教会に来なさいよ、お客さん死んじゃなさいよっていうわけではないし、ただその食べ物をあげたりとか宿を貸したりとかっていうだけでもない、そう両方やるっていう、はい、もう本当に行くところがなくなってもどうしようもなくなってる人たちをこの共同生活をするっていう、その本当に衣食住、はい、その必要なものを全部こう備えてあげる、はい、でもただその肉体的なそういうニーズだけじゃなくって、本当に必要なその霊的なニーズですよね、その罪の許しであったり魂の救いであったりって、そういうところもちゃんとケアしていくっていう、はい、でそれを通してそういう薬物やアルコール依存を克服していくっていう、はい、それを知った時に私も、いやこんな働きをいつか日本でできたらいいなって、20代の若造がそう思ってたわけですよね。素晴らしいですね。はい、でも、なかなかやっぱり実際それやるとなると難しくて、最初にそういうビジョンを持ってからもう12年ぐらい経ってしまってましたね。実際にそれで日本で始められたわけですよね。そうですね、2005年にティーンチャレンジジャパンを設立しまして、2005年に設立されて、はいはい、で2007年に沖縄にその第1号センターをオープンしたんですね。沖縄でセンターを作られたんですね。そうですね、はい、センターって言っても本当に一軒家を借りて、うん、はい、そこに、薬物依存アルコール依存の人たちを預かって、うん、はい、その人たちの、リハビリですね、厚生社会を支援するっていう、もうそういう感じ。本当に、最初はスタッフは、2人しかいなくてですね、もう本当に細々って感じだったんですけれども、そして今回沖縄から岡山に、今年4月ですか。そうですね、今年の3月ですね。3月に岡山に、はい、に変わって、はい、岡山センターを開いたという。そうですね、岡山センターは私たちが寄付金で持って建てた、はい、自分たちのセンターで、その借家ではないんですね。はい、なので、何かあってもこう出ててくださいみたいになることはないですし、ここでは長く活動できるっていうことで、岡山に移ってきたんですね。そうですか。いろいろ証があるそうですけども。そうですね、例えばですね、一番最初沖縄センターに来た生徒の一人はですね、はい、アルコール依存だったんですね。はいはい、で彼はそのいわゆるクリスチャンホームっていうところから来ていたんですけれども、クリスチャンホームでアル中だったんです、はい、クリスチャンホームだったんですけれども、両親に厳しく育てられて、それに反発をしていた。はい、その反発の反動でこうタバコ吸ったりお酒を飲んだりってことをしていて、はい、でやっぱりそのどうしてもその自分 の, その空虚なところを埋められないので、はい、もう毎晩こう酔いつぶれるまでお酒を飲む、そうしないと眠れないっていう、そんな状態になってたんですね。で、もう本当に家族もどうしようもないって一時期いろんな教会にも行ってましたけれども、そこでももうどうしようもないって言って最終的にこうティーンチャレンジに来ることになったんですけれども、はい、で最初はですね、やっぱり彼も非常にこう苦しんで、ティーンチャレンジのプログラムっていうのは非常に厳しいんですね。厳しいですか。結構厳しい。はいはい、まず、テレビがないです。テレビがない。はい、携帯電話持てないです。携帯もなし。持てないですね、はい、インターネットもない。インターネットなし。
はい、で、絶私の対方漫住画みもれなないいでですす。ね。そうか、そうか、それじゃ困りますね。漫画もないですし、漫画がない。うん、はい、お小遣いも持ってないですお小し、遣いがない。一人で外出もできない。外出も一人でできない。はい、もうだから、軟禁状態っていうんで軟すか禁でね。すね。はい、もう自分のやりたいことは何一つさせてもらえない。自分のしたいことが何もできない。はい、もうその、で、プログラムはもう朝起きた時からもう聖書を読んでお祈りをするっていう、はい、で、朝ごはん食べたらもう掃除、洗濯、全部自分でやらないといけないですし、農作業もありますし、農作業もある。はい、あともうスポーツっていうと、もうとにかくこうマラソンっていうような感じで、1日に5キロとか10キロとか走らされるわけですね。もう本当にその過酷なプログラムっていうんですか過酷ね。なプログラはい、もう男が泣くっていうような、そそんんなな厳厳ししいんですか？男が泣くぐらいの厳しい。い。もうやっぱりこう、自由時間とかほとんどなくて、もう本当に一日中、こう、聖書勉強してるか、体を動かしてるか、はい。で、今までみんなこう、結構ほとんどの人がこう、なんていうんですかね、ある意味自分の好き勝手に生きてきた。はい。そういうことがもうできないとなるわけですから、結構厳しいんですよ厳ね。しい。はい。で、最初の3ヶ月、もう本当に彼も苦しんで、はい、で、自分は本当に良くなるのかとかってすごい思ったりもしまして、でも6ヶ月ぐらい経った頃にこう彼がやっぱり自分自身で、自分はもうそのイエス様と出会うしかないなっていうことに気がついたんですね。その彼はクリスチャンホームですから、そのキリスト教のことは何でも知ってるわけですよね。キリスト教のことは知ってるというね。はい、でもその知識は全然、その究極の知識は全く自分の人生をいいものにしてくれなかった、自分の問題解決してくれてないと、で自分に足りないのは何かって言ったら、自分は本当の意味でイエス様との関係がないんだっていうことに気がついたんですね。なので、そこから彼は実は祈り始めまして、はい、もう本当にイエス様に出会いたい、イエス様を求めたいっていう、イエス様を知りたいって言って祈り求め始めて、3週間ぐらいもずっと一人で祈り続けている中で、本当にこうイエス様と出会いがあるんですね。で、それを通して彼は本当に変えられていって、もうなんていうんですかね、アルコールを飲んだりとかしないですし、タバコも吸わないですし、はい、東日本大震災があった時にはそこにボランティアとしてずっともう働いてましたし、ボランティアで東北行かれたんですか？はい、はい、東北にずっといましたし、今もそのキリスト教団体に、所属してこう働いてるっていう、今でもそうですか？今も。はい、今でもそうですね、はい、卒業しましたけれども、はい。で、ティーンチャレンジはその2年目ですね、沖縄の2年目はですね、その最初の1年目にいた生徒が、インターンという形で残ってくれましてですね、はい、で、スタッフが少し増えて、はい、スタッフで、が増えまた。た2人、はい、それで2人生徒をまた来て、今度の生徒は薬物依存とギャンブル依存だったんですね。薬物とギャンブル依存。はい。また彼はその体験談っていうのを、この放送でね、生で聞いていただく機会があればと思うので、そうです私はそんね。なに、はい、詳しくは言いませんけれども、一人はもう、その薬物、もう15歳の時からもう薬物をずっと使い続けていて、もう、日本でも有名な精神病院に6回入退院を繰り返して、どんな薬物ですか？もうドラッグってもう全部何で全もあ部、りですね、もう何で洗も、顔もやる、何でもっ製ていう。剤もやるっていう、はい、もう本当にドラッグは何でもやるっていう、めちゃくちゃな人生歩んでいて、はい、もうその日本で一番有名な病院、精神病院、薬物専門の病院にいたんですけれども、そこでももうどうしようもないっていうことで、私たちのところへ来ましてですね。そうですか。はい、で、それでもそこからですね、本当に劇的な体験があってですね、はい、イエ劇ス的に。様を信じるようになって、はい、変えられて、変え今、られて沖き縄までした。レストランの店長してますね。店長、何かの店は長。い、レストランの店長やってますレね。ストランの店長にやってはる。い。じゃあ、薬物とギャンブルから解放されたという。そうですね、彼はもう薬物から完全完全にに変解わる。放されて。よはい、かったですもう一ね。人の生徒はそのギャンブルだったんですね。ギャンブル。もうはい、一人の人がギャンブル。ギャンブル、ね、彼も18年間ギャンブル依存という18こ年と間で、ギャンブル。
はい、長いですよ。18ど歳んなのギャンブ時ルですに、か？どんな。あ、もうパチンコとか競馬とか、もうパマーチンジコャン競と馬、か、もマージう、ャン。はい、賭け事なら何でもって感じですね。賭け事は何でで、も。あはい、もう18歳の時にそれを覚えて、それから18年間ずっともひたすらギャン18ブルやり年。続けて、はい、家族から見放され、仕事もしない、家もなくし、みたいな感じで、もう私のところに来た時はホームレス状態だったんですああ、ね。ホームレスみたいになってたんですはい。ね。はい、なんですけれども、彼もまたですね、イエス様を信じるようになって、本当に変えられてですね、はい、アメン。と東日本大震災があった時には、そこへ、ボランティアとしボてラン彼ティアもにも1行っ年た。して、ああ、素晴らしいですね。アメン。はい、でその向こうに1年いる間にですね、なんとなんと同じくボランティアをしている女性と出会ってですね、結婚をしたんですね。東北のボランティアをやってる人とはい、結はい、婚ができたっそのていう。方も、ああ、はい、クリスチャンの方クリスなチャンんのです方けだれど、ね。はい、結婚して、でその方は実はアメリカにずっと長い間留学をしておられて、もう英語もペラペラの超エリートなんですよね。はい、でもそういう方がその18年間ギャンブル依存だったっていう彼を見て、いや、この人と結婚したい、この人と結婚しても大丈夫って思えるぐらい変えられていたっていう、本当にすごい、あれなんですけれども、で2人は今、岡山に来てですね、あ、岡岡山。山センターの、センターディレクターになってくれてるんですね。岡山センターでディレクターになってくれてる。はい、はい、私たちにとっては非常に嬉しいですね。私たちのその卒業生、プログラムで卒業した人が、プログラムの施設長になって帰ってきてくれてるっていうのは、非常に嬉しいですそうね。ですね。はい。あとそうですね、最近ですと、関西の方から来た、薬物依存の生徒がいまして、彼も、中学ぐらいの頃にちょっといじめか何かがあったみたいで、ちょっと引きこもるようになってしまって、ちょっと引きこもってる間に、そういうインターネットであったりとか、あとそういう脱法ドラッグとか、ああいう、薬物ですね、そういうことに手を染めるようになって、でもそれが10年近く続いてしまって、だらだらとですね、もう親ももう本当にどうしようもないと、どうしていいかわからないっていうふうな状態になってしまったんですね。で、彼は実はもう自分、彼自身ももう自分の人生がどうしようもなくなってるってことは実は気がついていて、自殺しようとまで思ってたんですね。そうですか。はい、もう自分の人生もう生きてたってしょうがないからと、もう死んで終わらせてやるって思って、もう3日後に自殺しようみたいな感じで、もう日も決めてたみたいなんです。そしたら、その数日前に、その彼のお父さんが、ティンチャレンジのことを聞いて、お前ここに行ってこいと、お前ここに行くしかないって言って、勧めてくれたんですね。それで彼ももう自殺決心をしてましたから、どうせ死ぬんだったら、ちょっとぐらい行ったって別にいいだろうと、関係ないやと、どうせ死ぬんだからと、いうことで、彼、ティンチャレンジに来たんですね。はい、で彼はそのティンチャレンジのプログラムを受けていて、最初はなかなかうまくいかなかったんですけれども、やっぱりだんだんとこう私が本当に何を伝えたいか分かってきて、イエス様を信じるようになって、彼も沖縄で洗礼を受けまして、アメン。はい、そして、でその去年の8、あ、一昨年の8月ですね、はい、ティンチャレンジを卒業したんですけれども、そこからあとどうするかっていうのが決まっていなかったんですね。で私たちはこのままの状態でパッと地元に戻したら、またぶり返したりしたら良くないなって、何かもっと別の道がないかなっていろいろ考えたんですけれども、神様道を開いてくださって、彼は関西の聖書学校に入学しまして、関西の聖書学校。はい、まだ洗礼を受けて、ね、そんなに日が経ってないんですけれども、そこを受け入れてくださってですね、彼はそこでずっと今、訓練を寮に住んでですね、訓練を受けていて、来年の3月、卒業して牧師になるんですね。来年3月ね。はい、で彼のビジョンとしては、やっぱり自分と同じような、そういう若者がたくさんいるその大阪の南とかに行って、そこで教会を開拓したいっていう、教会を開きたいって言ってるんですね。
それはやっぱり私たちにとってはこう、それも非常に嬉しいこと。やっぱり私たちにとっては、ただ薬物依存した人が薬物やめましたっていう、それじゃあプラマイゼロじゃないかっていう、悪いことしてた人がただ悪いことしなくなったっていう、それだけで別に大したことないよって思ってしまうんですけども、でも、ティーンチャレンジのプログラムでは、ただその薬をやめるとかアルコールをやめるとかギャンブルをやめるっていう、そこに集中してるんではなくって、神様、イエス様を信じるっていう、そしてイエス様を信じたら本当にその神様に用いられる人生、自分も幸せになれるけれども、人も幸せにする、そういう人生になるんだよっていう、そこなので、アメン、アメン、そうですよね。ですからゼロじゃなくて、私プラスにならなくちゃいけないわけですそうなね。んです。プラマイゼロじゃ全然本当に大したことないっていう、一般の人はね、そんなドラッグに依存したりとかしてませんから、別にドラッグやめたからって言われることじゃないわけですよね。そうですね。私たちはやっぱりただ薬物をやめる、何かをやめるっていう、そのプログラムではなくって、本当に自分も幸せになれるけど、人も幸せにする、そういうプログラムっていう、いいですそね。れをやっぱり卒業生たちがそういうふうになっていってくれているので、やっぱりなかなかプログラムハードなので、1年続かないで途中でやめてしまう人もいるんですけれども、でも1年いて卒業した人たちはやっぱり、ただ自分たちが悪いことしてるのをもうやめたっていうだけじゃないし、ただ自分たちが幸せな人生を送ってっていうんではなくって、本当にこう人のために生きてるっていう、自分と同じように苦しんでる人たちをこうなんとか助けようっていう、イエス様の救いに導こう、解放に導こうと思って頑張ってますので、それは私たちにとって一番嬉しいことですね。ホームページがありますね。今紹介してもよろしいでしょうか？ぜひぜひお願いいたします。皆さん、ティーンチャレンジ、ジャパンの、ホームページがありますので、ちょっと貼りますので、もし、ご関心がある方、ぜひ問い合わせてみてください。そこにそれぞれアルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存のから解放した人たちの体験談も載ってますし。そこからフェイスブックも、ティンジャーのフェイスブックも見れるフようェイになっスてブッまクすもから。ありますか？そうですか。ぜひそちらの方もね、見ていただいて、いいねを押していただけると、ティンチャレンジの、ニュースがどんどん入ってくるようになりますので。そうですか。ビジョンとしてはどうですか？これから。そうですね。やっぱり私たちこの働き、これから日本でどんどん必要とされてくると思っているんですね。最近ではこの合法ドラッグとか、脱法ハーブとか、そういったものがこうどんどん広まってきていますし、日本の薬物問題っていうのはもうこれからどんどんひどくなる。またその東北のそういう被災地のところなんかでアルコール依存とかギャンブル依存がすごく増えているんですよね。なので、私たちやっぱりこれからこの働きがどんどん必要とされてくるでしょうし、きっと日本の全都道府県に一つはそういう更生センターがこう必要になるだろうなっていうようなあこちとこをち思ってにそういうセンターが必要だということですね。ます。そうですね。で、私たちやっぱりこう卒業生がこうスタッフになってくれるっていうのが一つの強みですので。そうですよね。自分が体験して今度はね、なので、これから続々とこの生徒たちがですね、いいスタッフになって、そうですで、ね。この社会に貢献する働きを起こしてくれて、ティンチャリのセンターもどんどんいろんなところに建てていって広がっていくっていう、岡山センターがそういう意味では、自分たちで建てた第1号のセンターですので、これをモデルにしてですね、全国各地でやっぱこの働きを展開していきたいなっていうことを思っいいでていすます。ね。いいですね。私もチャースクールのミニストリーやってるんですけども、そのそうですチャーか。スクールの生徒が今度チャースクールのスタッフになってくれたらいいと思いますけれどもね。そうですね。そういうふうにして。やっぱりその、誰かのこう人生に関わるって、やっぱそういう形で、身がなってくれる、残ってくれるっていうの嬉しいですよそうね。ですね。また私この放送でクリスチャンになった方がいますので、そういう方々が今度は伝道、ネットで伝道してくれる、もうすでに素晴もらしいう伝道してるですね。方もいらっしゃるんですけども、
そうなんですネッか。ト伝導で救われてネット伝導するみたいなね、そういう、ああ、素晴ことらしてくしいれですたらね。いいなと思います。やっぱりそういう人たちがね、一番こう、その人たちの気持ちが分かりますからね。そうですね、自分が体験すると理解しやすいですよね。こう、どんな気持ちなのかって、どういう言葉かけが必要なのかとかって、どういうところがこう、勘どころっていうんですかね。すごくやっぱり、体験したものないと分からないってところがありますからそうね。ですね。あとは何か、お話の残ってるお話はないでしょうか。そうですね。やっぱり今その私が強く思わされているのは日本っていう、国がですね、非常にこう依存的な傾向の強い国だなっていう、いろいろ、いろんな依存が強い国。もちろん外国にも依存症っていうのはたくさんあるんですけれども、日本っていう国がですね、文化的にいろんな意味でこう依存が起こりやすいっていうんですかね、人が何かに依存しやすい、そういう傾向が強いということですそういうね。国だなっていうことをやっぱりすごく思わされていて、それはもう本当にその家庭であったりとか、教育であったりとか、会社であったりとか、そういういろんなところにそれがこう見え隠れするんですけれども、なのでやっぱりこう私たちがこう普段から気をつけていかないといけないなっていう。もう一昔前はこう薬物依存とかっていうと、こうヤクザみたいな、なんかこうとか精神異常者みたいな、いわゆる普通じゃない人がなるものっていうイメージがあると思うんですけれども、やっぱり最近こう私相談の電話全国からいただくんですけれども、もう本当に普通な人が普通に依存、何かに依存してしまう。そういう社会になってしまってるんだなっていう。一昔前は依存症っていうのはこう、いわゆる括りで言うとこう精神異常者だと思われたみたいなんですよね。そんな風なことをする人たちは何かおかしいんだと。でも最近はこういろんな、ご相談いただいて、私実際に面接とかもするわけですけれども、異常な人っていうよりも普通の人なんですよね。本当に日本では普通の人が普通に何かに依存する。そういう、こう社会になってしまってるんだなっていう。イエス様がいないと、どうしてもイエス様以外のものに依存せざるを得ないということでしょうかね。そうですね。人間ってやっぱり弱いですから、何かやっぱりこう頼るものがないと、そうですね。やっていけないんですよイエね。ス様をイエス様に、信頼するものとして作られているので、イエス様がいないと別なものにどうしても依存しちゃうということでしょうかね。そうですね。で、それは何であってもやっぱりそれでは満たされないので、そうですね。イエス様以外では決して満たされないわけですね。なのでこうギャンブルやめさせたらアルコールに逃げ、アルコールはないと薬物やっちゃってっていう、もぐらたたきみたいになるわけですもぐよらね。たたきね。恋愛なんかもそうですね。失恋してまた恋愛してまた失恋してまああ、たそうですね。もぐらもうたた恋きみ愛たいな、依存って、もう明らかにありますね。どんどん出会い傷つ系い依てい存く。とか。そうですね。日本ではなんかそういうこう出会い系のシステムとかがたくさんあるので依存しやすいんです。ネットなんかそういうね、そういう、依存しやすい、そうあるでかすもね。しれもうませんね。依存するための道具が揃ってるっ揃っていうんでてするかというね。感じでしょうかもうどこ行っね。てもパチンコ屋さんありますし、お酒もタバコもコンビニで24時間売ってますし、依存しやすい、そうです依か。存、本当に依存しやすい。そうでだすからね。こそ本当に一人一人やっぱり普段から気をつけていないと、ふとしたことで本当に何かにこう依存して、そのまま人生こう台無しになっていくっていう。そうですね。私たちはやっぱりこう本当の解決はやっぱりイエス様にあるんだっていう、イエス様を信じることでその心が満たされるし、自分が一番求めていたものがそれだったんだっていうのが分かるっていう。求めていたのはイエス様だったんだというね、そうですね。いろいろ迷ったけ生徒ど、たちを見てると、そうもうです何かね。ね、もう10年単位で何かに依存してきたけど、それはやっぱり本当にそのドラッグが好きだったとか、ギャンブルが好きだったっていうよりも、何かから逃げていた、何かを探していた。逃げていた、探していたということで依存になっちゃうということですね。
そうですね。私も例えばアルコール一つにとってもお酒が好きだからって言ってアル中になった人にはまだ会ったことがないんですよね。なんかみんなお酒を飲むことで、気分を変えていくとか、酒を飲むことでやっと寝れたとか、お酒を飲むことで普段言えないことを言える自分になったとか、なんかそういう現実逃避ですよね。そうですね。私酒もを飲んで。お酒飲んでたんですけど、ストレスの現実逃避でしたね。そうですよね。お酒飲んでみんなで上司の悪口とか言って、それ発散してっていうのは日本ですよね。そうですね。みんなやっぱりギャンブルにしても何にしても、ギャンブル依存で私もよく実際にそのギャンブル依存の方と話しますけれども、さらに、じゃあ、ギャンブルの何がいいんですかと、そんなにギャンブル、ね、自分のもう財産全部なくすほどギャンブルして、ギャンブルのどこ、何がいいんですか、そんなに好きなんですかっていうと、返ってくる答えの多くが、いや、別にギャンブルが好きなんじゃないんですけど、この台の前に座っているときは、何もかも忘れれるんですと。もうただひたすら銀の玉が手なんでかも見てればいいっていう、すべてのことを忘れられるとか、ある人はその自分の家に居場所がないんですと、ああ、居でも場一所がな人いからね。で、ギャンで、一ブル人、で時なん間か、潰しするとかいうこにとも行ですかなね。いし、でもパチンコ屋さんっていうのは、人がたくさんいるんですけど、誰とも話しなくてもいいんですよね。で、孤独な時間を持てるパチンコ屋さん、人がいるけど孤独になれるということ人でがいするけね。ど、誰とも話しかけなくて、そこに10時間一人で座ってても誰にも何も言われないっていう、空間が居心地がいいんですっていう。パパチンコチンコはやりたいんじゃないんじでゃすなよくて、ね。そこは居心地がいいという、居場所があるということなんですかそうでね。すね。だから自分の居場所探しであったりとか。本当に依存症それこそ恋愛依存なんかもそうですよね。その人がいいんじゃなくて、誰かにそばにいてほしいっていう、それだけ。誰かがそばにいたい、いてほしいという。だから男とか引っかいとか。誰かがいやって、ぱり、誰でもいいからいてくれればいいという感じそういうことですね。ですね。なんかやっぱり何かに依存するっていうのは、実は本当に何か求めてるものがあるんだけど、それが得れないので、何か他のもので代役を立ててるわけですよね。その代わりに現実逃避をしてみたり、なんかで穴埋めをしたりとか。でもやっぱりそれがなかなか満足を得れないので、もっと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 みたいな。むさぼっちゃうわけですね。もっともっとというお酒飲んだら忘れられるかなとか、もっとギャンブルにのめり込んだらもう考えなくていいかなとか、もっと恋愛やったら本当に理想男性に巡り合えるかなみたいな、そんなことの繰り返しなわけですね。でもその求めてもっとやっぱりそのイエス様にしかそれは、何ですかね、イエス様にしかその穴は埋まらないっていう。そうですね。そろそろ時間来ちゃうんですけど、皆さんちょっと感想を聞いてもよろしいでしょうか。お願いします。皆さん、木崎さんのお話聞いてですね、ちょっと時間短くなって申し訳ないんですが、ちょっと感想明かしタイムで皆さん、感想をコメントしてください。いい話でした。延長してください。ありがとうございます。素晴らしい証でした。日本にもキリスト教文化が根付いてほしいです。そうですね。人生の教訓になりました。良い話です。とても共感できる話でした。とても興味深い話でした。勉あ強りにがとなうりございます。ました。苦しんでる人に光を当ててください。この施設を紹介したい生主がたくさん思い当たりました。生主っていうのは放送してる人って意味なんですけどね。紹介したいそうですね。お願いします。もっと伝道しようと思いました。
何かのきっかけで人は変われるのだなぁと思いました。自分もキリストと本当に関係がないと気づきました。どれだけ落ちぶれても救ってくれるイエス様の愛は最高に素晴らしいと思います。本当にそうです。アーメン。さらにイエス様に依存しようと思った。その病はいいですよね。キリスト教を知らない人でも何かのきっかけでイエス様の存在に気づくと思います。そうなってほしいです。信者にならないで卒業した人はいますかという質問がありますけれども。クリスチャンにならずに卒業した人はやっぱりいないですない。ね。卒ああ、業しそれはた素晴人らしい。はやっぱり、それがプログラムなので。はい、皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。木崎さん、あと3分あるんですけど、もしよろしければお祈りしていただけると嬉しいんですが、ネットの方いや、お々祈りの、させていただきいまろんす。な依存を持っている方がいると思いますので、お祈りしてください。よろしくお願いしいます。や、お祈りさせていただきます。皆さんよろしいでしょうか。心合わせてください。愛する愛する天のなる神様、今日のこの放送をありがとうございます。神様、今日こうして、ニコ生放送で聞いてくださっているお一人お一人に感謝いたします。神様、それぞれの方が心に重荷を持っていたり、自分ではどうしようもない問題を抱えておられたり、依存していたり、引きこもれられていたり、いうことがあるかと思います。イエス様、どうぞ本当にあなたが今お一人お一人の心に語りかけてください。聖霊様、どうぞ働いてください。イエス様、どうぞ一人一人と出会ってください。お願いいたします。皆さんがどうぞ、これからも引き続き、浅田さんの放送を聞いて、神様の御言葉を聞いて、聖書の言葉を聞いて、イエス様を信じることができますように、イエス様を信じることで、本当にその問題が解決されて、どんなにどうしようもなくなっている人生であったとしても、そこから復活して立ち直って、本当にその神様の役に立つ、人の役に立つ、そういう素晴らしい幸せな人生を歩むことができるように、どうぞお一人一人を助けてください。愛するイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメアン、メン。アーメン、アーメン。アーメン。またですね、証をにしてくださる方がいらっしゃるということそうで、ですね。まぜひとたも紹介させていただきた近いういと思ちにいまます。たよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしまはす。い。あとまだちょっと1分ぐらいあるんですが。そうですね。じゃはい。あ、ぜひ皆さんご期待ください。ティーンチャレンジの、私と一緒にティーンチャレンジをやっているものは山城テモテと言いまして、山城沖智子縄さにん、住んはい。でいるんです。はい。彼は13年間ドラッグに依存していて、もう刑務所にも入っていって、もう本当のワルだったんですけれども、ティーンチャレンジ、ハワイで完全に変えられて、で、日本でこのティーンチャレンジをやりたいと思ったところで、私と神様電話してくださって、で、2人でティーンチャレンジをやってるんですけど、ぜひとそうもですか。また彼の、証を聞いていただけたらと思ああ、いますそうのですか。で、本当に衝撃的な証ですので、そうですか。ハワイのティーンチャレンジでね。ハワイのティーンチャレンジで、で、今、日本のティーンチャレンジのプログラムディレクターしております。そうですか。ぜひ今度彼の証を聞いていただけたら、皆さんの励ましになると思ああ、いそうまです。すね。本当にじもうゃあ、人ぜ生、こひ、んなにそれ、ダメになった人楽でも、し必みに。ずやり直しますから。そうですか。じゃあ、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。はい、皆さん、リスナーの方々、ありがとうございました。明日はまた、ちょっと特別なプログラムがあって、放送しますので、明日、皆さん期待してください。素晴らしい放送を用意しておりますので。それじゃあ、皆さん、おやすみなさい。シャローン。安いな。シャローン、良い、ありがとうございました。シャローン、シャローン、失礼します、皆さん。シャローン、シャローン。